全人類アンディメンション化計画。どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、ダークサイドオブディメンションズデッキを作ってきました。はい、崩壊デッキです。相神大先生のね、デッキなんですけれども、このデッキすげえ回しやすくて割とおすすめ。回し方が簡単あんまり考えることがないっていう、非常にね、有用なデッキでございまして、これクリムゾンノバっていうモンスター、皆さんご存知ですよね。これ映画でも出てきましたけども、このカードは通常召喚できないんですけども、このカード以外の手札の崩壊カードを3種類見せて続召喚できるっていう3000っていうモンスターなんですよ。こいつマジ強くて、こいつでぶん殴ってるだけで勝てます、崩壊デッキ。こいつが強すぎて。だから、まあ今回のエースはこれです。で、このカードは、このカード以外の元々の攻撃力が3000以下のモンスターが発動した効果を受けねえっていうね、書いてあるんですよ。これ強すぎない？マジ、まあ、大体さ、今の環境3000以下のじゃん、ほぼ。まあ、4000とか5000とか元々の攻撃力がね、あるモンスターあんま出てこねえから、3000以下のモンスターが発動した効果が強いんだよ、これ効果が。で、まあ、一応、まあ、打点抜かれればするんだけど、まあ、打点抜いてくればね、相手がね、まあ、戦闘では破壊されるんだけど、このカードの攻撃で、モンスターを破壊したときに、バトルフェーズ中にもう一回攻撃できるよっていう効果と、要は2連打することができるよっていう効果と、自分のエンドフェーズに自分のお互いのプレイヤーは3000ダメージ受けるよっていう効果あるんですよね。だからクリムゾンドバで2回攻撃して3000パン与えたらね、結構勝てます。あ、ちなみに高校デッキです、これ。このデッキ高校でクリムゾンドバを立てて、なんか脳死でぶん殴っていくっていう、まあそれデッキですね。それだけで勝てます、神デッキです。はい。で、まあ高校デッキなんでね、制圧モンスターを一滴でしょったりとか、あとまあ増字でね、手札を補充したりとかっていうのが結構必要で、あと合金とかで、この手札を増やすっていうのが必要で、で、クリムゾンの場を出していくっていう、そういうデッキになってますね。で、まあメインギミックは崩壊カードがいっぱいないといけないんですよ。要は崩壊カード3種類を相手に見せないといけないんで、その汎用カードをめっちゃ入れると事故るんですよね、こいつが出せないから。だから、まあ、なるべく汎用カードは抑えめ、まあ、あったとしても、まあ、例えば増字とか、あとサモンプリストとか、まあオロフクとか、まあ近所で人気づくツインツインスターあたりは相性がいいから入れてるだけで、まあ、相性が良くないカードは入れない方がいいですね、汎用カードで。で、何が相性がいいかっていうと、サモンプリストもツインツイスターも愚かな服装もそうなんだけど、手札の魔法カードを切ることができる、まあ、もしくはデッキから墓地に魔法カードを送れる。で、これでね、このね、崩壊カルマっていうカードをね、墓地に送るんですよ。これがめっちゃ強くて、ターン制限ないんだけど、墓地からこのカードを除外したらデッキから崩壊モンスターを手に加えるっていう最強効果持ってるんですよね。だからこの崩壊カルマをなんかめっちゃ墓地送って除外して崩壊モンスター持ってきて、でクリムゾンノバとか、まあ見せるコストを持ってきて、まあぶん殴っていくっていう、そういうデッキですね。で、まあ、このサモンプリストが入ってるんで、一応カルマ捨ててレベル4が2体並べられるんですよ。でしかもデューザーは特殊召喚成功すると崩壊カードを墓地送れるんで、これまたカルマ送ればね、サーチが入りますし、まあ、何でも送ってもいいんですけどね、崩壊合心とか送ってもいいし、ダーマ送ってもいいし、まあ、送ったら大体強いですわ。墓地から除外する効果あるんで、ほぼ崩壊カードって崩壊魔法トラップってほぼ墓地から除外して効果発動できるカードがあるんで、まあ、例えばこれだったら、崩壊モンスターが戦闘で破壊されるかフィールドから離れると、デッキっていうだからレベル4以下の崩壊モンスターを特殊ができるよっていう、召喚条件無視って。だからバスターガンダイルとか、デューザとかこういうモンスターも出せるし、あと単純に、融合する効果もついてますね、このカードは。それからこのダーマは、1枚崩壊カードを送るとドローできますっていう効果と、あと墓地から除外すると崩壊モンスターを回収するっていう効果、それから崩壊モンスターの戦闘で発生する自分のダメージがゼロになるっていう効果ですね。だからこのバスターガンダイルとかが効果も購入されても一応戦闘ダメージはゼロになるよみたいな感じですね。あとビジャムとかね、この辺も盾にされても戦闘ダメージはゼロになるっていう、まあそういう感じ。貫通ダメージとか受けないから結構強いですこれ。で、これね、この崩壊波動、これがねクリムゾンノバーの殺傷能力をめちゃくちゃ上げてくれるカードなんですけど、これ発動すると、崩壊モンスターの攻撃力を倍にしながら相手の打点が半分になるっていう、要はクリムゾンの場に打ったらこう打点6000になって相手の打点が半分になるんですよ。最強すぎん？ 6000 で2連打できるんですよ。でしかもエンドフェーズ3000万勝てるでしょそりゃっていう、まあそういうカードですね。で墓地が除外すると、崩壊モンスター鬼の枚数だけ除外して、除外した崩壊モンスターの数に応じて崩壊カウンターを相手のモンスターに置くよっていう、要するに効果、いやアンディメンション化、アンディメンション化できるよっていう効果ですね。はい。で崩壊ゴーゼとか、
崩壊演技とかは、まあ、そんな使わないから、まあ、テキスト読んどいてみたいな感じかな。まあ、崩壊構図はあの攻撃宣言時にビジョンも復唱ができるんで、まあ、これセットしたら使えますけど、あ、まあ、メインギミックは基本的にはクリムゾンの場でぶん殴るっていう高校ワッキーですね。はい、で、汎用カードはとにかくね、手札の、ね、カレマを捨てられるようにツインツイスターとか、ひとしずくにしました。まあ、こうライトニングストームとかの方が汎用性は高いんだけど、あのツインツイスターの方があのカレマ切れるんで、はい、そういう意味ですね。で、エクシーズモンスター、エクストラモンスターか、エクストラモンスターたちは、まあ、結構なんでもよくて、まあ、一応サモンプリストから出してこれるランク4は多めに入れといた方がいいと思うけど、まあ、あとはぶっちゃけどうでもいいかな。なんか一応アナコンダとか、まあ、入ってんだけど、この大融合とかでね、あのクリムゾンノバ3体で融合してトリニティっていうのも一応できるから入ってんだけど、ほとんどできないですよ。ほとんど狙わないですね、まあ、基本的にそのノバ3体出すんだったらなんか3体出して殴った方が早いから、だから、まあ、一応ロマン枠で入ってますけど、あんま使わないです。で、使うモンスターといえば、まあ、バグースか、遅延のバグースか、あと、まあ、アタッカーとして運用できるサイレントドナーズ、カステルあたり、あとバック除去できる、まあ、トルネドラゴンあたり。で、まあ、ホープホープズライトニングはあんま出したことねえな、このデッキだとね。うん、で、アーゼウスは入れといた方がいいですね。エクシーズモンスター出るんで。あと、レベル中が一応2体並ぶんで、グスタクマックスとジャガノドリーベア入ってます。クリムゾンノバで殴った後に3000バーン与えられるんですけど、一応そのターンにあの即座に勝つこともできるんで、だから要は戦闘ダメージ的にバンバンって殴って、あとなんか残りないから1000ぐらいだなっていう時にエンドフェーズまでいかなくてもあのグサイマックス出して勝てるっていうことがあるんで、一応入れてるっていうのと、まあ、これ正直この3000バーンがあるからなくてもいいかなと思ってて、ここジャガーノートリーベとあのスペリオルドーラとかでもいいと思います。はい、まあ、ここはお好みでっていう感じかな。あんまり出さないかなっていう気はする。はい。出したことあるモンスターは、バグースか、トルネード、サイレントオーナーズ、それから、アーゼウス、トロイメアぐらいまでは出したことあるかな。あとはなんか入れて、一応出せるけど出したことないや、ほとんど。みたいな感じになっております。はい。早速ですね、全デュエリストをアンディメンション化させていきましょう。クリームゾンノバの脳筋力を見よ。デュエル、スタンバイ。さあ、全人類アンディメンション化計画を始めていこう。レスキューキャット、おっと、ちょっと鉄獣だけやめて、鉄獣だけちょっとやめて。あ、ダブルエックスイボーいや前半ですもん、やめて、ちょっと待って、やばい、ちょっと待って、前半ですもん、やめて、ちょっと待って。2体でリンク召喚、ケルビーニ、うわ結構やばいなこれ。まあでもエンドフェーズか、あれはサーチはエンドフェーズ。ケルビーニはいい、ケルビーニはいい。でこっからのゲームーブとかしたら怒るよ俺、さすがに。ダブルセックスセイバーだけで、いや、やめとけよ。おっと、墓地を食らったのはグラバースニッチの効果で、はい、あの中南のやつね、あの悲願の。なるほど。おい、なんで、おい、ラビキャント、お前悲願じゃねえやついるくせになんで死なないんだ、お前ふざけんな。おい、お前は仲間がいなくなったら死ぬって、な、じゃあ、あの仲間以外のやつがあの出てくると陰キャすぎてなんか隠れるって言われてるだろ、まあ、ふざけんなふざけてやがってよ、あのデッキをふざけやってよ。あ、エンドフェーズ、なるほど。ダブル X セイバーダークソウルの効果によってなんかめちゃくちゃ刺される、やばい。はいはい、あ、出た、エアベル出た。サモサモキャット、ベルンベルンじゃんこれ。 DDB 対戦アルトのシャムシャムみたいなやつでしたね。サモサモキャット、ベルンベルン、 DDB 対戦アルトのシャムみたいな話ですよね。この呪文なんかその過去 あの昔の YP だったら全員知ってるっていう、まあ、とりあえずなんかわかんねえけど、俺は3枚の暗黒崩壊カードを相手に見せつけ、闇光を喰らい、世を喰らませ、現れよ暗黒崩壊神クリムゾンノブ。このモンスターは元々の攻撃力が3000以下のモンスターが発動した効果を受けない。なるほど、ハリーファイバーの効果でシンクロチューナーを特殊化するってことね。ハンデス、めんどくせえな。ラッキー、これカレマ、これカレマ墓地送ったらこれラッキーのこと来たラッキーハンデスアザス、逆にアザス、
デザートローカストいいだろう。デザートローカストの効果によって、シンクロ召喚をすることもできるってか。なるほど。ほう、そことそこでシンクロ召喚。なるほど。あ、ダブルエックスセイバーガトムス。なるほどね。あ、それ受けません効果。クリムゾンドマのテキスト読むんだな。エックスセイバー使いよ。俺は墓地に存在する崩壊カルマの効果を発動。崩壊カルマの効果により、デッキからクリムゾンノバー1体を手札に加えることができる。これはクリムゾンノバーでいいっていう時にまだ3種類ある。クリムゾンノバーを手札に加えていく。そしてさらにクリムゾンノバー1ターンに一度の特殊召喚制限などついてはいない。先オロフクだ。オロフクを発動。愚かな複数の効果によりマジックトラップカード1枚をデッキから墓地に送る。崩壊カルマを墓地に送らせてもらうぜ。そして崩壊カルマの効果を発動。このカードをゲームから除外し崩壊モンスター1体を手札に加えることができる。俺は崩壊鳥獣、いやこれ崩壊鳥獣か、崩壊鳥獣でいいや。そして俺は手札の崩壊カードを3種類相手に見せつけることにより史上最強モンスターを再び爆誕させる。いけ暗黒崩壊神クリムゾンノバ。そしてさらに手札に存在する崩壊カードを3種類相手に見せつけて暗黒崩壊神クリムゾンノバ3体目ワンターン3クリムゾンノバ。そして暗黒崩壊機デューザーを召喚しデューザーの効果を発動。デューザーの効果により俺はもう1回崩壊カルマでいいか。なんでもいいなこれ、なんでもいいわこれ。もはやぶん殴ったら勝ちや。なんか回収できる、なんでもいいな。崩壊合心かなんかでいいか。崩壊合心送っとこう。崩壊合心を墓地に送らせてもらうぜ。そして何にも考えることはね、このままバトルフェーズだ。行くぜバトル。クリムゾンドバで攻撃。クリムゾンドバが相手モンスターを破壊した場合効果を発動。このモンスターはもう一度バトルフェーズ中に攻撃ができる。行けクリムゾンドバ。ねえドン。テテテレテレテ。はい最強。崩壊なんかそんなに考えることなくて、割と僕向きですね。僕は難しいルートとかあるデッキあんま使いこなせないんですよ。このぐらいね、単純なね、とりあえずクリムゾンノバ出して殴るだけみたいなデッキだったら、まあ、いけるんですけど、その複雑なルートがあるあのデッキとかちょっと回してないので、このデッキは割と僕向きかなとは思ってます。はい。魔術師か、長そうだな。長そう。あ、そうでもねえな。意外とそういう感じ？なるほど。はい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 。なんか分かんないけど、とりあえずクリムゾンノバ出してぶん殴っとけばいいんじゃないの。とりあえずクリムゾンノバ出してぶん殴ればいいっていうね。一旦、崩壊カードを相手に見せつけることにより俺は史上最強モンスターを爆弾させる。お前ら打点低いな、大丈夫か。全モンスターの効果受けないぞ。いけクリムゾンノバ。クリムゾンノバは攻撃力が3000以下のモンスターが発動した効果を受けない。アリファイバーいいだろ、シューティングライザーいいだろ、まあ、なんか出てきても全然問題はない、1ミリも問題はない。そして手札よりマジックカード愚かな服装を発動するぜ。愚かな服装の効果により墓地に魔法カードを落とすことができる。これによって崩壊カルマじゃねえと無理か。崩壊カルマ墓地に送るぜ。そしてカルマの効果を発動。カルマの効果により崩壊カルマを除外し再び手札に最強モンスタークリムゾンノバを加えるぜ。なんか一生これ出して殴ってるだけなんだけど大丈夫。そして俺は手札に存在する崩壊か、もう一枚俺あれできんじゃんね。もう一枚これワンタ、またワンタークリムゾンノバ3クリムゾンノバだ。
ワンターンクリムゾンノバ3。さあ行くぜ、3クリムゾンノバはもう控えてるぜ。さらに俺は流星崩壊機デューザーを召喚、流星崩壊機デューザーの効果を発動、デューザーの効果により時空のペンデラムクラフ、なんだっけこれ、あ、なんでしたっけ、どういう効果でしたっけ、破壊するんでしたっけ、あ、破壊されます、トラップカードの効果で破壊するの迷惑じゃない、え、そんなことできんの、おいふざけんなよふざけんなお前、お前何してくれてんだ、クソったれか、てめえマジでぶっ殺す、俺はカルマの効果を発動、ちょっとマジでやばい、計画狂ったじゃあモンスター効果受けないけど魔法トラップの効果ゴリゴリ受けるんだよねこのモンスター、びっくりするでしょ、なんか魔法トラップカードの効果ゴリゴリ受けんのよ、モンスターの効果一切受けない代わりに、ほんと月の書とかで1枚裏返されたらもう終わりなんだよね、あ、ほんとに、いやこれマジ、さあ俺は3枚のカードを相手に見せつけて、いけクリムゾンノバん崩壊ダーマを発動し、崩壊ダーマの効果を発動するぜ、これはいい、どうでもいい、崩壊ダーマの効果によって俺は崩壊合心を墓地に送り、カードを1枚ドロー、シュイーン、あー、ツインツイスターね、ちょっと遅かったね、ツインツイスター君来るの遅いんだよな、マジでバトルフェイズ行くしかないか、これだって伊達上がるだけでしょ、これバトルフェーズ行くしかないんじゃない、まあ、ぶん殴ってぶん殴ってぶん殴ろう、バトル、さあシューティングライザーの効果使うんだと使え、いいだろう、いいぞ、それはいい、それはいい、ちょツインツイスターは時空のペンデラムグラフとかいう謎のカードを破壊するときに使うから、ああクリアウィン、何青権利クリアウィンが、なんだっけ、アディビのお願い登場カードを全て破壊すればいいだろう、そのぐらい許してやるぜ、まあデューザーは破壊されるが、まあそれはそんなに痛くはない、なんでかって、あ、これ発動できるんだ、崩壊合心の効果を発動するぜ、崩壊合心の効果により、これ、え、これさ、もしかしてさ、え、待って、これバスターガンダイル出したらさ、墓地からえ、これクリムゾンノバ特殊召喚できるやつ、え、これ神ゲーを切る、もしかしてこれクリムゾンノバってこれちゃんと召喚制限満たして特殊召喚してるから、これ蘇生制限満たしてるよね、え、これ神ゲー起きるんじゃね、これは神ゲー起きるっしょ、これ来たわ、これワンターン3クリムゾンノバできるわ、結局バトル、うん、で、あれ、なんでなんでちょっと待って、なんで破壊されないの、え、何してんのお前、え、なんで、あ、崩壊合心の効果、このターン戦闘効果で破壊されって書いてる、ふざけんなお前、何してんだお前、余計な効果を、余計すぎる、お前死ねよ一回崩壊合心余計な効果つけてんじゃねえぞ、行くしかねえかこれ、クリアウィングや、どんな効果だっけ、ちょ、それは知らん、で、クリムゾンノバの効果を発動するぜ、いや余計だな、あの効果マジ余計だわ、ちょマジ余計だわ、ちょやばい、クリムゾンノバ死ぬかこれ、やばいか、これ時空のペンデラムグラフ、これいやー残ってもうたな、まずいなこれ、完全にプレミってるなやばいですね、非常に時空のペンデラムグラフ残ってると結構やばいこと起きますよね、まあでもこれ何もやることないな、メイン2、一応バスターガンダイルがいればなんとかなると思いたい、絶望的なプレミしたけど、これ大丈夫、きつっ、いやー3000バーは食らってもらうけど、あと残りライフ3800年だいぶきちいな、おいお前死ねよ、バスターガンダイル何生き残ってんだよ、ふざけんなマジで、くそ、いやーペンデラム来たー、天空に描かれてまう、やばいやばいやばい、ちょっとなんかすごいいっぱい出てきた、まずい、普通にまずい、やばい、レベル8シンクロ、あ、オッケー、8シンクロはいいや、8シンクロはいい、8シンクロしたところで、まあ、モンスターは大丈夫、モンスターはマジ大丈夫、クリムゾンノバは最強だから、あ、イグニスターフェンでももういいや、それも別に
それも別にいい、そんなに怖くない。デッキバウンスも効かないから今、バスターガンダイルしか効かない。でもバスターガンダイル戻されるのはきつい、結構結局きついっていうね。いやでも大丈夫、クリムゾンの場さえ突破されなければ大丈夫。はい、ほんで破壊してそれ戻すのはどっちだ。ちょっと効果読むな、クリムゾンのもの戻せ。いやそっちですよね、そっちなんですよね。その効果何、なんだその効果。おっとそれはモンスター効果なんじゃないか、それはモンスター効果なんじゃないか。よし何も聞いてないぞ、よし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 、いいぞ。なんかよくわかんないけど効果聞いてない、いいぞ。何その効果、それは効くの、それは効くの、それは効くの。ペンジラムスケールはモンスター効果ではないということだ。くっそ、泥サモンプリースト、なるほど、サモンプリースト1あるか、これサモンプリースト1あるな、サモンプリースト1あるぞ。これ大正義入れとけばよかったな、これちょっと待って、これ大正義入れとけばよかったな。ちょっとね、あのね、クソみたいなモンスターしか入ってないかもしんない。あでもサイレントナーズあった気がする。でデューザー、これちょっと枠削って、これホープ、ホープザライトニング入れるわ。ここはまあ一旦、これダーマなんじゃねえか、これクリムゾンドマ回収した方がいいよな。やっぱこのデッキクリムゾンドマデッキなんだからさ、崩壊ダーマなんじゃねえの。いや待てよ、これ合心でもう一回バスターガンダイ出すもあるな。いやでもエクシーズ素材になってるとフィールドから墓地遅れた扱いなんねえか、むずっ。じゃあ回収するか、ダーマで、ダーマか、じゃあダーマで、はい、でダーマ効果で、はい、これ除外して、でクリムゾンノバ絶対的信頼、これこっちの方がいいか、でもこれさすがにクリムゾンノバ出してる余裕ないか。これさ、なんかさ、ネクロフュージョンみたいな効果あったらさ、ワンチャンあったよね。でサイレントオナーズ、これ分かったわ、あこれ、え分かったぞ、これサイレントオナーズで上重ねてガンダムじゃねえか結局ガンダムに頼るみたいな話だけど、結局これガンダムなんじゃねえか。おい待ったぞ、サイレントオナーズ、アークライトの効果によりお前のモンスターパクらしてもらうぜ。いただきまーす。ひょいでですね、これは使わなくてもいいかな、よしいけ、サイレントオナーズアークライト、そしてエクシーズモンスターが戦闘を行いましたに、俺は一体でエクシーズチェンジするぜ行けガンダム、うおー、はい、でこれでターン終了なんじゃない、ターン終了でしょ。さあお前のターンだよ、さあ耐えろ、いけガンダム、お前の力を無視やれ。ちょっともう何もしないで、本当に何それ、誰お前、ま、誰お前、ま、誰や誰お前、いくらレベル8かドラゴンとかペンデラモンスターいってるんだけど、まあ まあ、それはしょうがないよ、いいわいいわいいわ、それはいいわ。ペンデラム召喚 DI もんね、これは魔法使い族、自分のモンスターとペンデラモンスター、魔術師ペンデラモンスターだもんね、オッケー、魔術師じゃなければいい、魔術師じゃなければいい、魔術師モンスターじゃなければいい。ドラゴンとかで魔術師っていないですよね、さすがに。セット、よし消えろおらそして誰もいなかった、俺のターン、ドローよし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 、なんだこれは、あ惜しいな、あと1枚であのクリムゾンノバ出したんだけどな、まあいい、バスターガンダイル引き継ぎ問題、そしてクリムゾンノバを手札に回収していくぜ、そして暗黒崩壊機デューザーを召喚、うわそう、うまくって攻撃表示変更して、カルマホガーソして、あと1枚だったの、惜しかった、よしこれが崩壊デッキをクリムゾンドマ3体しょられたけどギリギリ勝った激闘やったくそ、あの余計な効果さえなければな、バスターガンダイル君さ余計なんだよあの効果、よしクリムゾンドマ来た、いいぞ、トップ崩壊がいいけどな、クリムゾンドマ2体でぶん殴って勝ちだな、よし
脳死テラフォーミング。何ヌメロン、ヌメロンは先行を取らせればやることはないはずだ。ヌメロンネットワーク、あでもあれめんどくせえな。アポロ4世代アポロウーサーちょっとめんどくせえな。4世代アポロウーサーはなんとかして突破したみたいな。これ打点がね、そのあれですよね、打点が3000を超えられるとちょっと若干めんどくさくて、その崩壊ハローとかがないとちょっときついかなっていうね話はあるんですけど、はい、そういう話はあります。さあどうする、さあアポロウーサーか、あ新入団か、なるほど新入団 OK、 なるほど。えノーガードか、ノーガードはワンあるぞ、ノーガードはワンある、さすがにノーガードはワンある、ワンある、ワンある、いける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 、ちょっと崩壊カード引こう。いやいらねえいらねえマジで。いやこうやってね汎用カードがねちょっとね来すぎるの良くないんだよね。だなるべく汎用カードの枚数は少し減らした方がまあいいかなとは思うんですけれども、一回崩壊カード全部見せまして、で特殊召喚せざるを得ない。でまあでも一応ヌメロンネットワークはしょれるからまあ多分なんとかなるな。でまあとりあえず3000ダメージ与えて3000バーン食らわして、であと残りライフは2000。惜しかったなこれ、2体でぶん殴ってグスタクで勝ちゃったんだけどなね、強いでしょ、2体でぶん殴ってグスタクで勝つっていう最強の戦術だったんですけども、一応セットするか、セットして、でこれもセットして、ポストをちょっと持って、まあいいか、これでいいや。でまあバスターガンダイル君どっか行かせよう。よし3000番、お前のライフはあと2000、お前のライフはあと2000で、そしてあの戦闘しようとしてきたらクリムゾン、あクリムゾンじゃねえや、なんだっけ、崩壊ゴーゼがあるんで、強制バトルをさせることができる、ビジャムにね。さあお前のヌメロンネットワークは破壊させてもらう、いやこれはいい、さあお前のヌメロンネットワークは破壊し、そしてバーンダメージは与えられないぜ。そしてモンスターがいるため残念ながらヌメロンネットワークを発動することはできない。さあどうする、エキセントリックデーモン、もう何ゴーゼがやばい、これちょっと待って本当に、でもあれモンスターいたらヌメロンネットワークって発動できないんですよね、メインモンスターゾーンにあったらね。えこれ無理ですよね、おっと大丈夫か、ならず者の傭兵部隊、まさか自分のモンスターを破壊しようというのかちょおいやばいぞ、強引すぎる、え何それ、ヌメロンカオスリチュア、誰誰ですか、えわからんわからんわからん、何これ、何このカード、えなんか無限巨神ヌメロニアスが出てくるって書いてある、あやばくない、ちょっと待って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 、え何それ、どういうこと、